あなたは突然連れてこられた場所で正気を保つことができますか？遡ることおよそ39年前の1984年6月、韓国プサン。当時13歳のイ・ヒャンジクは父親と一緒に買い物に出かけていました。帰ろうとした矢先、まずいな、しっかり忘れていた。父親は仕事の用事を思い出したのですが、子供同伴で向かうわけにはいきません。そこで父は交番に向かい、警察官に息子を預かってくれるように交渉。もちろんいいですよ。警察官は父親の頼みを心よく了承。ヒャンジクがおとなしく父親を待っていると、君ちょっといいかな。目の前に突然車が止まり、見知らぬ男が車の中へ誘ってきました。交番の目の前での会話だったこともあり、疑うことなく車に乗るヒャンジク。しかしその判断が命取りでした。ここはどこ？車から降ろされたヒャンジクは男に尋ねますが、男は彼に下着を投げつけこう言い放ちました。そこに書いてある番号がお前の新しい名前だ。プレゼンテッドバイアルゴメトリー。おっそっす、ケンちゃんです。あなたの心の絆創膏、ヤミコです。今回ご紹介するのは、社会問題にもなった韓国の兄弟福祉院について。福祉院なんて立派そうな施設だけど、一体何があったっていうの？それがまさに生き地獄と言っても過言ではない内容だったんです。まずはこの兄弟福祉院がどのような経緯で設立されたのか解説しましょう。政府公安の福祉施設。遡ることおよそ47年前の1976年、韓国プサン。この年、兄弟福祉院という巨大施設が設立されました。この施設の目的は、街中に溢れているホームレスたちを保護すること。食事の提供や職業訓練を行い、1年後には社会復帰をさせようとしていたのです。そもそも兄弟福祉院が設立されたのは、1960年以降の韓国の経済状況が深く関係しています。この時代、韓国は急激な経済成長を遂げ、国民所得が大きく増加しました。しかし一方で、富裕層と貧困層の格差も広がり続け、その結果街中にはホームレスが溢れていたのです。こうした状況を踏まえ、1975年、韓国政府は当時の朴正煕大統領の下で訓令410号を制定。ホームレスを保護する施設に補助金を出すことを決めたのです。職業訓練だけじゃなく、食事まで提供してくれるなんていい施設じゃない。これを聞いているだけだとそう思いますよね。その後、ホームレス保護施設が韓国内に36カ所設けられることになりました。中でもプサンの兄弟福祉院は国内最大規模の施設だったのです。それ以降はホームレスたちも少しずつ減り、政策が功を奏したように思われました。ところが、時を同じくしてプサンで不可解なことが起きるようになったのです。その不可解なこととは、子供たちの失踪。プサンで普通に暮らしていた子供たちが突如として行方をくらますようになったのです。親たちはもちろん警察に届けを出しますが、それでも多くの子供たちは見つからないままでした。子供たちの失踪って、これも怖いけど何か関係あるの？ヤミコさん、兄弟福祉院と子供たちの失踪は実は深く関係しているんです。何何、どういうことよ？それを説明する前に、まずはこの施設で何が行われていたのかを深掘りしていこうと思います。韓国のアウシュビッツ。政府主導で大々的に建設された兄弟福祉院。中には衣服や靴、金属製品などを生産する工場があり、外部に販売して利益を得ていました。しかし実はホームレスの保護のためというのは建前。その実態は恐るべきものでした。兄弟福祉院施設に連れてこられた収容者たちを待ち構えていたのは、凄惨な虐待。まず収容者たちは下着とみすぼらしい衣服が渡されました。この下着には識別番号が黒く印字されており、収容者たちはその日から識別番号で呼ばれるようになったのです。収容者たちは工場で働くのですが、大人も子供も関係なく、夜明けから日が暮れるまで奴隷のように扱われていました。そして収容者たちが必死で働いても、賃金は半分以下、もしくはただ働き。逆にノルマが達成できないと野球バットで殴られることも珍しくありませんでした。さらに院内では身体的暴行だけでなく、的暴行も横行。後の調査によると、的暴行の被害に遭ったのはなんと収容者全体の1/4。特に被害に遭ったのは未成年の少年たちでした。このように兄弟福祉院は収容者にとって非常に過酷な環境だったのです。
強制労働とか暴力とかホームレスを全然保護してないじゃないの。でもここまでされたらさすがに収容者たちも黙ってないんじゃないの。普通なら暴動でも起きそうですが、兄弟福祉院はある方法でそれを阻止していたんです。この非人道的な兄弟福祉院を運営していた院長の名はパク・イング。元軍人だったパクは院内でも軍隊のような序列体制を敷き、収容者たちを支配していました。その序列体制の具体的な方法はなんと収容者同士での虐待。パクは自分をトップに据え、下に3つの序列を敷いていました。パクに忠実な収容者は小隊長として昇格させ、他の収容者を管理することを許していたのです。そしてこの小隊長制度の肝心なところは、いつでも剥奪される可能性があるという点です。小隊長の中にはこの立場が剥奪されるとまた暴力を受けるかもしれないと恐れるあまり、残虐性を増す者も少なくありませんでした。例えば自分が管理している収容者が食べ物を落としただけで激しく暴、長時間逆立ちをさせたり、少年たちへの的暴行を繰り返していたといいます。このように小隊長となったことで徐々に正気ではなくなっていったのです。後に施設の調査を行った調査員はパク院長について、彼は国の法律や制度が適用されないこの場所をまるで楽しんでいたようだと語っています。楽しんでいたってどういうことよ。人権無視にも程があるじゃない。ほんとそうですよね。実はこのように番号で呼んだり強制労働や暴行を日常的に行っていた施設は過去の戦時中にも多く存在していたんです。本当に悲しいし恐ろしいことよね。今回は兄弟福祉院と重ねて見られることが多い負の世界遺産をご紹介しましょう。本日のメトラーキーワード、アウシュビッツ強制収容所について。アウシュビッツ強制収容所とはナチスが設置した世界最大規模の強制収容所のこと。収容者たちは閉鎖的かつ劣悪な環境に置かれ、人間としての尊厳を極限まで奪われました。髪を剃られた上、囚人番号を腕に刻まれ、1日10時間の労働を強いられていたのです。ガス室での大量殺戮や人体実験など虐待の限りを尽くしたアウシュビッツの犠牲者は十数万人から百数十万人とも言われています。兄弟福祉院でも不老者たちの基本的人権は認められず、本人の意思を無視した重労働や暴行が繰り返し行われてきました。このような点から兄弟福祉院は次第に韓国メディアから韓国版アウシュビッツと呼ばれるようになったのです。歴史的に見てもかなりひどい施設なのね。でもここまでやっておいてなんでバレないの？訴える身内がいないホームレスの人たちを中心に狙ったから？いえ、実はこの施設に収容された人物のうち本当にホームレスだった人は全体の1割しかいなかったそうなんです。え？どういうこと？それならなおさらどうして明るみにならなかったのよ。事件を隠蔽できた理由、実はそこにも大きな闇が隠されているんです。兄弟福祉院の協力者。そもそも兄弟福祉院は町の浄化のためホームレスの数をゼロにするという活動でしたが、実は急がなければならない理由が明確にありました。それは1988年にソウルオリンピックが開催されるから。開催が決定した1960年代以降、韓国は世界中から注目を集めていました。だからこそ政府はホームレスを受け入れる施設に補助金を出したのです。ところがこの浄化作戦には一つの大きな抜け道がありました。その抜け道とは、収容者が多ければ多いほど莫大な補助金が受け取れるというシステム。そこで兄弟福祉院の職員はあることを思いついてしまうんです。そうだ、そこら辺にいるガキを拉致すればいい。え？金目当てで拉致して収容してたってこと？どの時代にも法の抜け道を見つける人間がいるんですよ。さらにパク院長たちは協力者たちへの根回しを欠かしませんでした。警察や自治体職員に頻繁に賄賂を渡し、めぼしい人を見つけたら施設へ送ってくださいねと依頼していたんです。それに警察官が協力したのは単純に金がもらえるからだけではありません。警察は取り締まり数に応じて勤務評定をもらえるようになっていたんです。ホームレスへの対応でも警察署内に拘留した場合は2点ほどですが、兄弟福祉院に収容させれば5点という高得点が与えられました。こういう条件なら警察官が兄弟福祉院に協力したくなるのも当然といえば当然でしょう。実際1986年には3975名が収容されたことが後の調査で明らかとなりますが、このうち3117名は警察が入所させたことが判明しています。収容された人の中にはただ橋の下で雨宿りをして
していた青年やたまたま一人で歩いていた子供もいたといいます。これらの人たちは育児放棄、ホームレス、中にはやってもいない無銭飲食を濡れ衣として着せ強制収容されていたのです。このように児童福祉院は警察や自治体の協力を得ながらどんどん収容者を増やしていきました。国民を守るはずの警察まで関わっていたなんて、もしかして最初に言ってたプサンで行方不明になっていた子供たちって、そう、施設に強制収容されていたんです。収容者からすると警察も信用できないし誰も頼れないような状況です。それでもこの生き地獄から逃げ出そうと勇気を出した人もいました。1986年のある日、チャンスは突然訪れた。収容者の一人キム・スチョルは仲間に誘われて脱走する計画に乗ったのだ。15人集団の一人だったスチョルが高さ5メートルの外壁をよじ登ると、そこにははしごがかけられていた。誰かが置いてくれたのか。おい、何してる、急げ。またとないチャンス、スチョルは一心不乱にはしごを降りた。すると上から警備員の声が響き渡った。収容者が逃げたぞ、捕まえろ。スチョルの脳裏には凄惨な暴行の数々が浮かび、足がすくむ。捕まったらまた生き地獄だ、それだけは絶対に嫌だ。警備員たちの荒ぶる声を背中で聞きながら、スチョルは一人素早く藪の中へと身を隠した。さっさと出てこい、また痛めつけてやらねえとわからねえのか。スチョルは呼吸を整えて気配を消し、逃げ出すチャンスを静かに待ち続けた。警備員たちが諦め、気配が完全になくなったと認識した時にはすでに6時間が経っていた。スチョルは藪から体を出し全速力で駆け出す。施設からも遠く離れた場所まで走ったスチョル、脱出には成功したが、そこでふと我に返った。兄さんの家はどこだ、これから俺は一体どこへ行けばいいんだ。せっかくうまく逃げ出せたのに何があったの。実はスチョルは身寄りが兄しかいなかったんです。その兄ともしばらく離れて暮らしていて、収容期間も2年ほどと長かったせいもあり、兄の住所と電話番号を忘れてしまっていたんです。脱出したスチョルはその後兄弟福祉院に戻されることを恐れて警察に行きませんでした。結局小学校を卒業できず、学歴のないスチョルはその後靴磨きや中華料理屋の仕事を転々とします。それでも18歳でようやく兄と再会し、その後結婚も果たします。ところが結局生活自体は安定せず、数年後には犯罪に手を染め妻とも離婚。収容所での体験を忘れたくて再会した兄にも収容所にいたことは未だに話せないと言います。このように兄弟福祉院での凄惨な経験は多くの人のその後の人生に影を落とすことになったのです。解放されても心の傷はそう簡単には言えないわよね。だからこそ余計にこんなひどいことは許されてはいけないんです。せめて内部で何が行われていたのか、その被害状況をはっきりさせないとダメよ。実はこの後兄弟福祉院の実態が少しずつ暴かれていくんです。元収容者たちの戦い。兄弟福祉院設立から11年後の1987年2月3日、韓国の日刊新聞である東亜日報が元収容者の暴露話を掲載しました。そこには兄弟福祉院がこれまでに行っていた凄惨な虐待の数々が記されており、韓国中に衝撃を与えることになるのです。この報道を受け勇気をもらった他の元収容者たちも次々に被害を受けたことを公表。結果的に兄弟福祉院は内部調査されることとなり、パク院長は逮捕起訴されることになりました。ところがパク院長の取り調べを行っていた担当検事のもとにある日こんな電話が。パク院長は拘束すべき人ではない、早く釈放しろ。この電話の主はなんとプサン市長。パク院長が重い罪とならないよう検察の取り調べ中も裏から圧力がかかっていたのです。警察だけじゃなくて行政のトップも出てきたじゃない。このことからもパク院長が地元でも重要な権力者だったことがわかります。この後裁判が行われるんですが、判決も異例でした。7回の裁判の末、パク院長に下された判決は懲役2年6ヶ月のみ。しかも罪状は個人的な不正や横領のみで、強制労働や虐待については何一つ罪に問われていません。さらにこの時期、韓国内では民主化を求める大規模デモが発生、社会問題としても忘れ去られてしまいます。せっかく告発してくれた元収容者の勇気も無駄になるかと思われましたが、その中の一人がさらに行動を起こします。2012年に手記を出版し、内情を赤裸々に告発したのです。この手記をきっかけに改めて報道が過熱し、一連の事件が注目を集めることになります。その甲斐あって2020年5月、韓国政府は事件の新たな調査を認める法律を可決。2022年8月24日には韓国政府が強制労働や虐待
虐待を黙認していたと初めて公式に認めました。やっと認められたのね。被害に遭った方たちにとってとてつもなく長い期間だったでしょうけど、ようやく一歩前進ね。そうですね。そして調査が進むことで実態がさらに明るみになっていくんです。調査の結果、1975年から1986年までに兄弟福祉院で死亡した人は入所者約3万8000名のうち657名、暴行で亡くなった方の中には病死と虚偽の記載がされていた人もおそらくいたでしょう。さらに兄弟福祉院は適応しないと判断した収容者を強制的に精神療養院送りにしていました。そこでは違法薬物を無理やり投与し無気力状態にしていたというのです。今後調査が進めばより多くの事実が明らかになるでしょう。それでも学校にも通えず理不尽な暴力の被害に遭い、自由に生きる意思を無理やり奪われた方たちの心の傷は今も癒えることはありません。調査団体は国は被害者たちに謝罪し、トラウマを改善する策を講じるべきだと勧告しています。このような凄惨な施設が二度と生まれないよう過去を風化させず、私たち一人一人が胸に留めておく必要があるのではないかと思います。